チャオ、日高よしみです。今回はのズッキーニ、夏ですね。やっぱりねこれがねいっぱい出てきますし、まあ、本当にあのポピュラーになりましたよね。フランス料理のではのクルージェっていう言い方をするみたいなんですけども、まあ、ズッキーニの方がまあポピュラーかも分かりません。かぼちゃの仲間です、まあ、昔はこれキュウリの仲間じゃないかとかね言われたりしたんですけども、これを使った有名なパスタがイタリアのソレント半島マッサルブレンセネラーノ、ネラーノ村っていうところの、あるレストランで始まったパスタらしいんですけども、今本当に世界的にも有名なネラーノの町を象徴するような料理になってます。うちはのアクアパッツァのふるさとのソレント半島サンタアガタスルトゥエゴルフィっていうところからですね、まあ、本当小1時間弱ぐらいで届くようなところなんですが、そこにロスコーリオという、海岸沿いに素敵な店があるんですよ。そこがあの伊勢丹の東京の新宿伊勢丹のイタリア店、そこに出店したことがあって、うちがお店を閉めてですねそこのバックアップをしたんですね。イタリアにもね何度かお世話になってた、あのお邪魔にしてあの遊びに行ったっていうところからなんですけども、それでこのズッキーニのパスタを覚えました。作り方はちょっとアレンジしてますけども、原型の、ネラーノ村のズッキーニのパスタちょっと 前振り長くなりましたけども、簡単ですし、シーズンズッキーニがいっぱい入るようでしたらぜひ作っていただければと思います。はい、材料はですねそのズッキーニと今日はのスパゲッティに、まあ、スパゲッティですね、これと大事なのがですねプロボローネっていうチーズ、まあ南イタリアのチーズなんですけども、プロボローネデルモナコっていうちょっと辛口のプロボローネを使うそうなんですが、多分日本じゃ手に入らないんで普通のプロボローネ、もしくはですね田中さん、はい、プロボローネ以外だったら何使うんだっけ。ペコリーノチーズと、カチョカバロチーズ、カチョカバロね、カチェッタね、カチェッタ、あの南イタリアのチーズ、はい、そしてあと、まあ、パルミジャーノってまあ少ないんですけども、まあ、そういうものを用意したりします。まあ、基本的にはこのプロボローネを使うということです。そしてあとバジリコ、ちょっと今日はあのこれ香り出しとあとニンニクですね、バジリコとニンニクであのオリーブオイルでちょっと香りをつけて作ると思います。あればこれベンリーナっていう、ベンリーナだっけ、はい、商標名だと思うんで、なんかこうスライサーですね、これがあってね均等にすれればいいです。もしくは包丁で薄く切っていくと。で一回この料理あのズッキーニとあの桜エビのパスタミント風味っていうのをねあの以前やってるんですけども、そのアレンジバージョン、まあ、アレンジバージョン先に、ね、作っちゃったんでこれがオリジナルです。はい、では作っていきましょう。まずズッキーニですね、これを普段日高あんまりこれを使わないんで分かんない、ちょっと厚めかなこれね、2ミリぐらい、もっとね薄く切る場合もありますけども、今日はこれぐらいにしましょう。包丁でも構いません。ついこの間やったらあのイベントでちょっと指切っちゃった。うわ結構痛そうですね。いや痛いのもそうだけど血が止まらないんですね。だからこういう器具ですね、あの使い慣れればいいんですけども、使い慣れないと注意しましょう。痛いよね。いやもう考えただけで痛いです。この最後の方ですね、これ本当動画とかそういうテレビの撮影の時にね指切ったら最悪、ちょっと熱くなりましたけど後ろの方が熱くなったよこれ。そうですね、はい、こんな感じで結構ズッキーニいっぱい使いますけども、レシピには書いてますけどそんな入れなくてもいいですね。これを今からの素揚げにしていきます。素揚げのは温度は170から180度、ズッキーニ揚げるときはですねちょっとね色がつく、焦げ色がつくぐらいの方が香りが出ますね、香ばしさと香りが。ズッキーニってあの火の入れ加減、その揚げるにしても揚げる温度とかその色とかあと茹で方とか、よくピューレなんかにもしますけども、本当にあのいろんなあの形がですねあのいろいろ変わってきますので非常に便利でまた面白い野菜ですね。
はい、こんな感じで切ります。もう温度は大丈夫ですか？温度大丈夫です。4人前でズッキーニが3本、まあそうでもないかな。じゃあ割としっかりめ、はい、はい、これを揚げていきます。はい、じゃあ樋口の方行きましょう。であとプロボローネですね、これはすりおろします。チーズおろしでこのパルメザンチーズのようにすりおろします。小出さん、はい、プロボローネをこうすりおろしてほしいんだけども。おっ、そこら辺でやっといて、はい、はい、じゃあズッキーニ行きましょう。はい、ズッキーニ揚げてってくれるから、はい、でこれちょっとほぐしながら入れなきゃいけないですよね。はい、だいたい油の温度は100今で180度、はい、温度ちょっと下がるからね。はい、でもこのズッキーニ揚げるって結構お店でもいろいろ河合シェフのメニューであるよね。はい、例えば何ですか？パスタでもだからフリットの一部で素揚げを一緒に添えてるみたいなのもありましたし、でもパスタがでも主に使ってるイメージが強いです。うん、ズッキーニ自体も水分結構ありますからね。初めに入れると、ね、水分がこう出てきますけども、水分が抜けてそれから色がついてくる。で色がついてくるとちょっとこの泡が落ち着いてきますよね。で泡が落ち着いてきたらだん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 色がついてくるんですけども、その色のつけ加減ですよね。割と浅めのほんのりとしたきつね色でもよし、まあ、焦げるまでいかないんだけども、しっかりとした色付けまで持ってってもいいですね。じゃあこれ やるからのパスタ茹でてもらえますか？はい、はい、なるべく均等な厚さにしてやらないと揚げムラが出てきますから、まあ、包丁で切るよりはそのさっきの、器具みたいなものを使えば、割とムラがないような感じで揚がってきます。じゃあパスタ入ります。はい、パスタ入れてください。まあ、ズッキーニ料理って結構いろんなものあるでしょう、知ってるでしょう。はい、でイタリアでね、もう昔の話ですけどね、お味噌汁、日本人 のお家に遊びに行った時に、味噌汁を出してもらう時になぜかこれが入ってることが多かったのね。ナスと、まあ、ズッキーニ、まあ、親戚ようなものじゃない。でズッキーニがすごく合うんですよ。でズッキーニも味噌汁なんか入れるのに、はい、油で素揚げに、まあ、棒状に切って油で素揚げにしたものを入れるとまた美味しい。今多分この動画を見てイタリアに住んでらっしゃる日本人の方も、まあ、結構いらっしゃるみたいなんですけども、今もズッキーニ素揚げにして味噌汁とか入れてるんですかね。興味あるところだよね。はい、はい、いい感じでこう水分が抜けてですね、色がついてきました。どこら辺で止めようかっていうのはその時の仕上げのイメージでね、アクセントをしっかり出したいんだったらもうちょっと上げます。でも今日はこういう感じで少し軽めの色に仕上げましょうか。ちょっとこれ軽めでしょ、まだ色ね。はい、厚さちょうど良さそうでしたね。なんか、まあ、ちょうどいいかもね。ズッキーニと桜エビのパスタの時はもっと色つけてます。なんだけどしっかり色つけた。まあ、今日もこの撮影やってますけども、ちょうど今ランチでお帰りになった、ね、ロサンゼルスに45年お住まいの、方が来られて、今キッチンの中で一緒に写真撮ったんですけども、本当にね、海外で見てくださってる方も本当多いです。でその方々が日本に帰国するたびに、店に寄ってくださってありがたいよね。今日の方はもううちのスタッフの名前全部覚えてくださってたね、ご婦人。はい、覚えられてましたね。はい、これまた見ていただいたら、今日はありがとうございました。また日本に帰国の折にはお立ち寄りください。ありがとうございます。今日はそのいとこさんとそこに入られたお嫁さんと来られた。はい、ズッキーニこんな感じで色をつけます。ちょっと平たいバットにペーパー引いて、でこういうふうに素揚げにしたものを軽くここで塩したらいいですね。はい、軽く塩します。小出さん、チーズおろした。見てて、ちょっと柔らかいんでパルミジャーノみたいに細かくはならないんですけども、まあ、こんな感じですね。でこれが溶けやすいのでこの後に入れていきます。じゃあソースの方を作っていきます。フライパンにオリーブオイルを入れて、ニンニクは軽く、今回香りだけなんです、軽く潰したものを、香りをこういうふうに出していきます。何分でできるんだっけ。ちょっと固めで仕上げよう。はい、もう一応
固めで今上がります。今もう上がった、もう上がる。何分なの今？6分です。嘘、もう6分これ経ったんだっけ？経ちました。時間の感覚がちょっとね、予定よりもここなんか長引いちゃったみたいなんで、慌てて今から会えます。いや本来はもう少し時間を計っていこうと思ったんだけども、いやすぐだけできる、大丈夫です。はい、はい、ここであとバジリコですね。バジリコはちょっと香りだけつけたいんで、今日はこの枝の部分ですね。これちょっとしまってて、これ次の料理でまた使いますから、はい、このバジリコとニンニクの香り、これをつけたら、これちょっと取り出します、はい、今日はこのオイルにバジルとニンニクの香りをつけました。でここにズッキーニの、この揚げた量の半量、半分の量ですね、これを入れて、茹で汁ちょっと入れます、はい、だから今あのパスタにニンニクとバジリコの香りをこうつけまして、でそれを和えます。チーズ、はい、プロボローネ半分で、あと残りのズッキーニも、上にトッピング用にちょっとだけ取っておきます。これを入れて、これ今ねもう火は止めてます、だからボウルでやってもいいぐらいですね、はい、じゃあ入れよう、はい、パルミジャーノ半分で、またゆで汁をお待ちください。前あのカッチョエペペっていうのもやってますけども、どっちかというと南イタリアの、チーズを使ったパスタってこうやってあのね練りながらこう混ぜることが多いんですね。でこれがねやっぱり美味しいです。でソースと、麺が絡み合って非常に美味しい、はい、もう一回いこう。プロボロネ残りを全部全部いっちゃいましょうか、はい、で、あとパルミジャーノさっきと同じぐらい。じゃあ鈴木さん呼んでください。まあ、黒胡椒もこうやってしっかりで、あの固めに茹で上げてるんで、もともと水分吸いますから、重くなりすぎますから、その都度にあのまた茹で汁を入れると。で茹で汁が塩分があるので、あとチーズも塩分があるので、あんまりこう足しすぎなくてもいいですね。いい香りです。いい香りだね。はい。胡椒のいい香り。はい。はい、いい感じです。ちょっと味見を最後。うん。うまい。いやこれでも美味しいんですけども、もっと美味しくするためにチーズも全部入れちゃおうか。はい。はい。これでスパゲッティアラネラーノ、完成です。食べるのが鈴木ソムリエですね、はい、実はあの彼と一緒にあのロスコリオに行ってまして、何年前だ、あのお客さんと一緒に行って、うん、で現地に、いろいろとお世話になってる、まあ、竹松さんって方が、うん、まあ、その竹松さんの今ジェラートを使ってますけども、でその方に案内してもらってね、うん、で行きましたけど、20年以上前ですね。24、5年前ですね、はい、でそこで、このパスタを食べたのを覚えてるはずなんですけど、覚えてますか？うっすらとしか覚えてないです。他にいっぱい感動があって、まあ、これが、まあ、スペシャリティでもあるんですよね、はい、じゃあ食べましょう。いただきます。いただきます。うん、自分で作ってて思うんですよ、むっちゃうまいですね。うまいっす。濃厚なのにさらっとしてるというか、うん、ズッキーニの香りがまた生きてきてるでしょ。うん、うまっ。うん、美味しいです、うん、味はすごく濃厚で、まあ、今お腹空いてるのもあるんですけど、ぐーっと入ってくるのに、うん、あとはこう割と爽やかにふわっと抜けてって、ズッキーニがやっぱりすごくアクセント、その強い力強い以外のアクセントになってますね。和らげてくれるというか、ズッキーニの個性が出てるというか、うん、本当これまだズッキーニは3本でも多かったように思うけど、これあのいつものように、まあ、4人前以上作ってるんで、田中がいつも出るときはちょっと多めに作るんですよ。
だから2人前だったら作りやすいでしょ。そうですね、普通にあのフライパンであの、はい、ズッキーニも揚げられるし、どうですか田中さん。すごいシンプルなのに、なんか奥が深いというか、うん、チーズのコクとあのちょっと揚げたズッキーニのコク、そのコクがなんかお互いにすごいマッチしてて、でそこに胡椒がちょっと入ってるんで、なんかキリッとしてるんで、うん、なんか食べやすいですし、すごい美味しいですねこれ、うん、できればね本当あの現地のロスコリオになったあの場所とか風景見せてあげたいよね。いやすっごい良かったですね、本当に。海の前のねレストラン で、うん、でそこにあのこうボートを迎え入れられる、うん、桟橋が出会って、ね、桟橋があって、はい、で横は海岸 で海岸で泳いで泳いでやるんだよね。泳ぎました、はい、うん、本当に綺麗でしたね。まあ、その地方ではズッキーニを使ったそのパスタがすごく有名で、うん、そのレストランで食べられるということです。どうですか小池さん。めちゃくちゃ美味しかった、うん、はい、まあ、チーズ結構入れます。今彼ダイエット中なんですけども、ちょうどいいかなと思います、うん、はいはい、ではまた次回もね、あのセガーも別個でプライベートでそのロスコリオに食べに行ってるんですよ、うん、でロスコリオで、食べたトマトのパスタ、これも覚えてるかどうか分かんないですけども、鈴木さんあの伊勢丹でサポートした時いろんなメニューがあったんですけどね、その中の一つ、はい、トマトのパスタをご紹介します。これもシンプルで美味しいです。ではまた次回、チャオ。